出て左に曲がっていただくと業者のマイクロバスが止まっています。杉口観光の竹富観光センターという業者になりますので、そこからにお届けお願いします。また港から集落まで車でお送りいたしますので、営業所が集落内、こちらが竹富観光センター、水牛車に乗って約30分の観光、またフリータイムとなります。お帰りの船の時間、竹富発を16時と17時を用意してますので、お好きなお時間でご乗船ください。帰りのこのお時間に合わせて、この営業所からまた港までお送りしますので、現地の係員から集合時間とのご案内ございます。絶対船出発15分前に戻ってくださいというご案内ございますので、お願いいたします。水牛さんの体の横に線を引いているので、この線につま先を合わせて正面から写真を撮るといい感じになりますよ。撮る時のポイントね、ちょっとしゃがんで下アングルから撮ると迫力よく撮ることができますよ。
はい、次はね、竹富島のフラワーロードと呼ばれる道ですよ。左側ね、咲いてるのはブーゲンビリア、赤やピンク、色づいてるのはお花ではなくて葉っぱの部分、真ん中の方に見える白い小さいのがお花ですよ。つけてみてください。ね、フラワーロード、雑誌の撮影なんかでね、使われるような場所でもあって、とっても写真映えするスポットなんですね。牛さんが働いてくれてるんですね。簡単な見分け方のポイントは、角の形の違いなんですね。角がつるんと丸まっているヨーロッパタイプと、角がまっすぐ伸び上がっているアジアタイプの水牛さんですよ。
Thank you.